サトシソンは、アスカ時代の人物。旧金ナ遣いでの読みは同じ。生はなし。672年の人身の乱の際、大友美子川の章となり、セタの戦いで先法となったが、戦死した。日本初期のセタの戦いの箇所に登場するのみで、系譜などは一切不明である。当時の日本人に見つかわしくないなから、トライ人ではないかという推測がある。 人心の年の7月22日、人心の乱の戦況は、大友美子に不利となり、都である大見をうつぐるのそばまで、村国男よらの敵軍が押し寄せた。美子は軍心を従え自ら出陣し、瀬戸の橋の西に陣取って東から来る敵を迎え撃った。戦闘は川を隔てて、矢を飛ばし合う射撃戦となった。この佐藤は、方の将となり、兵を率いて、 瀬田の橋を守った。橋の中を三条切断して、長い板を一つ置き、これに綱を結びつけた。もし板を踏んで敵が渡ろうとしたら、すぐに綱を引いて、落とそうというのである。敵軍はしばらく進めなかったが、やがて、大板地震が進み出て、鎧を重ね着して突進し、板を渡って綱を切った。これを見た軍勢は、乱れて逃げ出した。 サトシソンは刀を抜いて退く属物を切ったが、止めることができなかった。かくして、サトシソンは橋のそばで切られた。大友美子は翌日自殺し、人身の乱は終わった。ありがとうございます。